セノーレス。セノーレス、はい、いきます。テフについて好きかって話します。資料は後で公開します。自己紹介をしてテフについて好きかって話して最後にまとめます。で、自己紹介ですけど、京都大学で大気汚染のシミュレーションをしてました。で、今年4月になって東京に就職して、まあ、一人暮らししています。まあ、運命の一般です。何が正しいか、何をすべきかっていうのを探していて、重要ソフト、自由ソフトとかオープンデータをちょっと調べたりしています。で、テフについては卒論で初めて使いました。まあ、挫折仕掛け読んでてる BIC という GUI のエディターがありまして、それを知ってハマり込みました。ただ、修論が終わって、テフの限界を知って今は使っていません。昨年は TUG2013 に参加したり、テフアドベンターをカレンダーに寄稿したりしていました。で、問題提起ですけど、テフはオワコンなんでしょうか？オワコンとは、終わったコンテンツの略。主に一般ユーザーに開けられてしまい、見捨てられてしまったコンテンツのことです。で、これを統計値により、テフがオワコンなのかどうかを確認しました。Google トレンドによる過去10年の検索数推移です。縦軸は最大値からの割合となっております。で、これを見ますと2004年2月にラテフのキーワードがピークを迎えまして、そこからどんどん下がっていって、まあ、最近ここ数年 35% 程度で推移しています。で、これの結果から言うと、まあ、テフはまあオワコンなのかなということが言えるのではないかと思います。なんでこんなことを言い出したかと言いますと、テフを何年間くらい使って思ったこととして、やっぱり難しい、汎用性がない、将来性もないというふうなことを思っています。テフを言語を極めて何の役に立つんでしょうか？ルアテフとか誰が得するんでしょうか？まあ、はい。で、難しくても何でもできるんだったら我慢して使います。でもできないことがあるっていうことも分かりました。例えば表組でやったり、ページ向きの変更、例えば1段組で書いていたのを急に横にして、ロングテーブル2段組にしてまた1段に戻すとか、そういうのがちょっと難しいっていうのが分かりましたし、まあ、複数パッケージの競合もありますし、で、何よりは画像のベース64埋め込みが非対応、これができないってことは、いちいちディレクトリを丸ごと維持しないといけないってことってかなり面倒くさいですね。で、デフ以外に何があるかといったら、まあ、ライターとかワードとか、まあ、インディザインとか、こんなところですかね。で、まあ、自分は個人的には自由、簡単、高機能というのを組版ソフトに要求しています。これが大事だと思っています。で、これ分類に当てはめますと大体こんな感じかなと思います。で、まあ、マイクロソフトワードは、まあ、多分一番使われているんじゃないかなと思うので、ちょっと触れておきます。で、マイクロソフトワードは数式の互換性がちょっとうまくできていなくて、なんか、ビデブレスでちゃんと開けないとか、結局数式番号を打とうとしたら、なんかこうやって自分で表の中に入れて数式を入れて番号をつけるとか、こんなアホ臭いこと知らないといけないですからね。あと参考文献もなんか独自仕様で、まあ、参考文献はそもそも標準仕様がないのかなという印象なんですけども。はい。で、軽量マークアップも問題ありますよ。PDF の生成を全てテフに依存してますよ、こいつら全部。はい。テフに依存するくらいだと最初からテフでいいです。HTML 欲しいだけなら PDF と HTMLEX 変換すればいいだけです。で、軽量マークアップは結局 HTML に言う PDF の出力が最終目的です。で、HTML に特に意識しています。だったら最初から HTML でやればいいんじゃないかなと。で、HTML で用意した文章を PDF、EPUB にできれば完璧なんじゃないかなと。そこで CSS 組版です。CSS 組版とは HTML と CSS により紙書籍、ウェブページ、電子書籍を作るものだと僕は認識しています。はい。で、デフと CSS 組版を比較しました。まあ、参考文献以外としては機能としては十分なのではないかなと僕は思っています。しかしながら CSS 組版の問題はあります。HTML 字が書きはしんどいですよ。で、比較とか実装もまだ十分じゃないです。例えば数式ですけど、マス ML っていうのがありますよね。二流拡散方程式書こうと思ったらこんなに書かないといけないんですよ。ラテフだとこんで、リブレフスマスだとこんだけなんで。で、マスジャックスがあると言いますけども、マスジャックスを使う場合、ネットが環境必須ですし、可搬性低下しますし、いや、僕自身はこれマス ML でそのまま操作したい、するのが一番ベストかなと僕は思っています。で、他にも表組みは、例えばこんなん、これなんてできませんし、僕もこんなん、いちいち手打ちしますよ、これ。JLQ、CS 組版でやってるって言ってますけど。僕が大事だと思うのは、こういったものはソフトが全部やるべきであって、そういうのは ウィズリーガーの GUIエディターがやる、解決すべきだと思っています。で、実際にそういうのありました。アマヤとブルーグリフォンです。アマヤは WC3C が企画動産に開発したもので、ブルーグリフォンは月光ベースのものです。で、まとめます。テフトは、まあ、検索する薬なんで、オワコンですよ。CSS 組版は、自家融合ですけど、まだ実装固まっていないので、ウィズリーガーの GUIエディターが、普及が必要だと思っています。で、僕にできることは勉強して、まあ、こういった情報を共有していくこと、で、あと、まあ、ブルーグリフのアドオンを自作して開発するとか、そういうことかなと思っています。以上です。ありがとうございました。